石野陽三の監視講座第24回、今日は第2句について考えてみよう。第1句を菊句という、第2句を小句という、起承転結の起承にあたる。それで第一句と第二句は起承の関係になかったらいかん。両方で関係を持って起句と小句で、まあ小さな一つのものになっている。そういう気持ちで作ろう。二句の広まる表示とか黒魔術即時についてはもう何回も言っているのでお分かりのことと思う。これも何回も言うたことだが、とにかく表則が合うておればよいということではない。表則が合うことはもちろん必要であるが、意味的に起句小句の関係でここは考えたいと思う。関羽数家の村、王根夜弱かまびすし。これは村の状況をこの二句で説明していると考えよう。この二句で村のがどんなであるか、ということを、町寒々とした冷たい雨が降る、ほんの数軒の村、夕方で野鈴芽が鳴いている、うるさいというふうなことを、これで一つの村の状況描写いうかな、村が分かったと思う。それでちょっと3句4句はまた次の話にして、この1句と2句でね、村の様子が分かりましたね。次も同じで、東雨生還の日、子は参詣ある。これも起承の関係にある。凍ったような冷たい雨が降る大変大変寒い日。一匹のカラスが飛んできて、庭が荒れに荒れている。これでその生還の日の状態が分かる。一句は二句を受けている。一句は二句を受けている。この起承の関係よく理解していてほしい。全部同じことであるが、高校たる月ちんちん、三高酒一人組む。三高、真夜中の十二時に酒を一人飲んでいる。その自分の周辺の状況をこれで
表して、高校たる月が静かに照っている。真夜中、酒を一人飲んでいる。そして次は三句四句と続く。こういうふうに、寒月、月三光、一定、早期清し。寒月、月三光、これで寒い月、寒々とした月、真夜中、庭の様子、こういうふうなことがこの一句一句でわかる。こういうふうに一句二句の連携を持たせるような気持ちで作ってほしい。一滴母縁のうち、ひとなき八月の秋。笛が聞こえる暮れの母縁、もやとかきりやね、の中、人影もない八月の秋。これ一つ、これ二つで状況が把握できる。上々たる慶風動き、乾坤明日は春なり。これ和があった方がいいね。明日は春なり、今入れました。乾坤明日は春なり、まあ弱々しい柔らかい軽風、軽い風、春の風が吹き、乾坤というのは天地、明日は春なり、まあ、以下同じように老高孤島のもと、聖金というのはこれは、下に書いて書生のこと。やらんに出す夜遅く座る、これもその聖金のことがようわかるね。老台、孤島のもと、吸引、低類たる。吸引というのは、その下に書いておいたけど、12月。年寄りが孤島のもと、12月、涙が流れる。まあ、これあんまりいい涙じゃないね。だけど、老台の様子が、老人の様子が、よくわかる。こういうふうに一句二句で連携を保っているのをよく分かってほしい。しつこいようだが、もうちょっとやろうね。六尺三光の夢、鎮が苦悶の人。これはまあ六尺五尺というのは人間のことで、真夜中夢を見、鎮がこれもう慢性的な病やね。で、苦しんでいる人、この人間の状況がよくわかる。月は白く、君の表を思えば、魂は飛ぶ十八の弱い。
月は白く、君の表、まあ、顔やね、面影やね、を思えば、魂、自分の魂はどっかへ飛んでいく。18の弱い、18の年。これも18の年の、まあ、男か女か、かまあ男だろうと、女だろうとかまへんけれど、まあ18の弱いだから女性ぐらい考えとくかな。この女性のことがよくわかる。手を握り、宗師の涙。天を仰いで息通ず。これも別れの時が来たんやな。そういう時にお互いに頑張ろうねというふうに励まし合っている、エールを送っている様子がよくわかる。国を憂いて涙乱観、国を心配して涙が流れてたまらない。よいしょ。けれどこうなく、国のためにこうなく、これが非常に配管に徹す。心にグッとくる、刺さってくる。ということで自分の思いを述べている。まあこういうふうに、満窓西風の夕べ、光亮たる月一献。これ鶴戸草やな、満窓が、まあ、いっぱいある。冷たいすごい風が吹く夕べ、荒れ果てたる、荒涼たる、これも荒れてとか寒々としたとか、そういうふうな月が一つポツンと天にある。これも二つで一組。虚しく照らす昇進の月、還元、狩り一行。還元というのは、日本の関ヶ原を意味する。関ヶ原のことを還元という。虚しく照らす昇進の月。これは、関ヶ原で空を眺めると狩りが並んで飛んでいる。こういうふうな、作者の心や空の様子を歌っている。連日もうもうの雨、軍はうつうつの心。うつという字難しいね。これうつという字難しいね。解説はなかったかな。どっかに解説するしたつもりやけど、うつという字、せめて読めるようには勉強してほしい。うつ、せめて書けんでも読めるぐらいの勉強はしておいてほしい。連日もうもうの雨、軍はうつうつの心。これは軍はというのは、まあ群れるか変えるという意味で、軍も下に書いてある。難しい字。うつは書いていないな。うつは
ああ、これ見たらわかるな、大体な。連日、もうもうの雨。たくさんのカエルを見ていると、うつうつの心、うつ。まあ、今と同じ。これで、作者の心がわかる。次は、ちょっと七言絶句なので、やめとく。残潮、秋光淡く、木や牧笛の声。これは秋の、夏から生き延びた秋の弱々しい鳥が、秋の光の淡い中で飛んでいる。巣に帰るカラス、木や、が飛び、牧笛の音が聞こえる。音が聞こえる。キアというのはアはカラス、僕的の声、ねとは言わんで声と言っているね。ここら辺もよくこういう鐘のね言わんと鐘の声言って、この2行で情景がわかる。端子西風追い、田園母愛夕なり。真っ赤な柿、これは青空に真っ赤な柿、カラフル、色彩豊かなことがわからんといかん。西風、これ秋の風、追い、もう秋の風が追いるということは、もう秋も終わりを表す。田園母愛夕なり、愛は、まあ、霧、もやの類。母愛は、暮れ方の、まあ、霞いうたりか、霧いうたりか、その類だね、いう趣がある。これ、田園の様子が、これで気象でわかるね。こういうふうに、霧で起こって、章で受けて、一つの状況を言う。防屋、静かに句を叩き、製品、千個の心。これ、まあ作者のことと考えていいけれど、防屋で静かに、まあ、詩を作る私、製品で過去のことを、千古の昔のことを重く考えている。こういうふうに、まあ、一句と二句をだいぶ読んだが、一句と二句は必ず一句で起こして二句が受ける。そして一句と二句で一つの状況、ありさまを表すという心は大切やけれども、前にも言うたように、あんまり幼稚なことを言うとったらあかん。咲いた咲いた桜が咲いた的なことを言うとったらあかんということをよく知ってほしい。大変勉強せんとできないね。皆さんもこれによって勉強して賢くなってください。